じゃあ、ほなの少し歌ってみたいと思います。ありがとうございます。夢から得たいってずっと口だけやって焦る気持ちと現実の間でどうしても縮まらへん距離を環境のせいにしてた自分にほらな。ほらなほらな。なんでか急に寂しなって酒飲んで逃げたりしても虚しいだけ分かりきってんのに、ふっと車で思い出した、連れに電話した、どんな時に限って誰も出へんわ、タバコはやめられへんとちゃう、好きやからやめへんねや、言い訳ばっかり言って逃げてるうちは、そら夢なんか叶わなくてどうせまだバカらへんか、気づけばもう咲きまくるや、成功の秘訣とか金持ちになる方法ネットで叩いてみても見つからんわ、寝る前にぶっ飛んで寂しさ紛らすだけの SNS なんて言い上げさせた、夢叶えたいってずっと口だけやって焦る気持ちと現実の間でどうしても縮まらへん距離を環境のせいにしてた自分にほらな。ありがとう。ほらな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 。ありがとうございます。嬉しい。何で知ってくれたんですか、僕のことは。あ、 YouTube で。あ、最近そんなあるんですね。いやいや、やってるやん、そうなんですね、やってるやん、うん、あの、ちなみになんですけど、そのライブナンバーハッチの会場を借りるために、あの、その会場費のために今日は路上ライブをやってまして、もうその日ぜひ来てくださいよ。12月27日どうですか。ただいま根室市に路上ライブやっております。